こんにちは。ディナー&ディムアメリカ暮らしです。本日は、高級住宅の価格はロサンゼルスの今という話です。今日はね、お孫ちゃんのサッカーの応援で、またね、このバルスバーデスという場所にね、今向かっております。また、ね、違う、まあ、リーグというかそういったのにね入ったみたいなので、またシーズン今まではお休みだったんですがまたサッカーが始まったということでね、応援を楽しみということで今ねティナさんと2人で、場所に向かっております。で場所の方はですね、これねハイチパークというところですね、公園で、まあサッカーコートがねあるというようなそういった場所だと思います。で、ね、そちらの方でね、試合があるということなのでね、まあ和歌山からだいたい20分ぐらい、ただねこのローリングヒルズはね結構山の上なので結構大変ですよね。そんなね場所であります。今ねだいたいその公園が見えてきました。こちらのね右側の方で、サッカーの試合が行われているということでね、今駐車場の方に車を止めるところですが、ご覧のようにねもう駐車場いっぱいですね。まあね、いろんなチームが来てたんでね、いっぱいなのはしょうがないかと思うんですがね。ここはね、普通に公園であり、そして、サッカーコートということなんでね、やっぱりね、休日となればね、こうたくさん車来てるようですね。場所の方は先ほども説明した通り、我が家から20分ぐらいのところです。ここはね、バルスバデスのすぐ横のローリングヒルという、まあ、いわゆる、高級住宅地ですよ ね。 でねそういったところでねサッカーの試合があるということでした。で、ね、この場所はね長女が以前ねこの近くに住んでましてね、お孫ちゃんもこのことで小さい頃はね遊んだというそんなような場所だったみたいですかね。ご覧のようにね、まあ、坂の上ではありますけれども結構広めのね、サッカーコートがねちょうど2つあってまあフルサイズですからね、子供たちはだいたい4分の1に区切ってそこでねサッカーの試合をやるというそんな感じじゃないかと思います。でね今日はね自宅を出るときは非常にいい天気だったんですが山の上に来るとねこれがね非常に天気不安定ですね。で晴れたり曇ったりちょっとね寒かったです。まあねそんな形でねウィンドブレーカーを後から取りに行ってといったようなそんな場所であります。さてねその場所の近くのね、まあ今販売されてるね住宅についてちょっと調べてみました。ね、いくつかまあ出ているんですがその中でね、まあ、これね 1.1 ミリオンという物件がありましたので今日はちょっとそれをご紹介したいかと思います。まあ、広さの方はね、3ベッドルーム3バスで2044スクエアフィートというそういう場所ですね。まあね価格としては結構安いのかなというふうに思ったんですがよくよく調べてみたらねこの物件はタウンハウスというやつですよね。だから両隣は壁一枚で別のお家がね接しているということなのでまあ一軒家ではないので、まあ、価格の方は非常に、ね、抑えられているのかなというふうに思います。それでね建ったのは1973年結構経ってますよね。それでね、ここはねその、HOA っていう、まあ、コミュニティに共用部分があってそこにねお金を払わなくちゃいけなくてそれが510ドルっていうんでねこれがね、
かかるわけですよね。でさらにね、土地はね1883スクエアフィートに対して、2044ということなので2階建てということですよね。だからね、まあ、ちょっとお安いのかななんていうふうにちょっと思いますね。で、まあ、今はね非常に便利でオンラインでね、中を見せてもらうというそういったねことができるようになっているみたいです。だから簡単にコンタクトできて何時に行けばすぐ見せてもらえると、そんなようなねシステムになっています。でね、ちょっと気になっているのが、このねジローっていうサイトで、価格がね 1.219 だから、まあ 1.22 ミリオン、まあ日本円だと、1億5000万ぐらいなんですかね。なのに販売価格を、まあ、1000万ぐらい近く下げて売っているという、まあ、そういうことのようなんですよ。でこれは何かあるんだろうなというふうに思います。それからねもう一つ気になったのは、前回、まあ、売られた時期がね2020年の1月9日に、88万ドルで売れてるんですね。まあ、1億円近くで売れてるわけですが、2年しか経ってないのにもうすでに手放してるというところがね、なんかね、ちょっとね、なんかどうなのかなという、内容が悪かったのか、領土なりに問題があったのか、まあ、ちょっとその辺ね、まあ、不思議なところはありますね。普通ね家を持った人っていうのはアメリカ人の場合だと10年ぐらいは持って、でまあ非常に値段が上がったところでね、売ってまた新しいのを買うっていうのがいつも のやり方みたいですよね。ただねこの COVID-19 でわずか2年の間に 25% 値段は上がったということなんでね、まあ銀行に預けてることを思えばねはるかにいい利益なので、そういった形でね売りに出てるのかなというふうな気はするんですが、どう考えても損だなという、やっぱり少なくてもね10年ぐらいは済まないと、あるいはね何年か住んで、まあ、人に貸して、まあ、その金額をねこう別の人に払ってもらうとかいうのがまあ普通なのかなと思うんですが、やっぱりね、値段がね一気にこう下がってるような気はしますね。でね、だいたいこういった物件を買うためには 20% の頭金がいるわけですよ。ですからねこれね 1.1 ミリオンですから、22万ドルぐらいですか。で引くとね80万ドルぐらいの、まあ、借金ということになるわけですけれども、それで考えると1ヶ月にね、4600ドルぐらい払わなくちゃいけない。もう50万円以上払わなくちゃいけないんですよね。でさらに先ほど言ったその HOA という共有部分のものを払わなくちゃいけないということを考えると、トータルでね6200っていうとんでもない金額ですよね。果たしてこんな払える人いるんでしょうかというふうにちょっとねいろいろね疑問はありますね。まあそうはいえどもね、やっぱりここの場所はすごく人気のある場所なので、あとね学校もすごくいいんですよ。だから子供を育てるにしては非常にいい場所ではないかなというふうに思うんですけどね。まあちょっとね調べてる限りはね、なぜ売ったんだろう、なぜこの金額なんだろうっていうね、ちょっとね不思議な気がするようなちょっと物件のような気がします。まあねこの周りから比べれば、まあ、格安ではあるとは思うんですけどね、それにしてもね、まあ、月々の支払いが、まあ、50万円を超えるっていうのはね本当大変なことじゃないかななんてちょっと思いますけどね。果たして次はどんな方が買うんでしょうね。まあ非常にね興味深い物件ではないかななんていうふうに思っております。まあねこの場所本当に人気のある場所なんでね、次の買い手はねすぐつくんじゃないかなというふうに思いました。
ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。